おはモーニング。サイゼリアに大人の放課後ティータイムしに来た坂村です。お昼をしっかり食べてもちゃんとおやつ食べたくなっちゃうんだよね。ただ年を取るごとに代謝が落ちてきているので一つだけに我慢。どれか一つしか頼めないって言ったらもちろんマグナムでしょ。隣の高校生カップルがティラミスを分け合っていて尊い。一緒に放課後ティータイムしていたピエンのいとこは、分け合わなくたって私は好きなだけデザートを頼むことができるんですわ、と無差別にデザートをたくさん頼んでマウントを取っていました。私もアルコールを摂取していたら、さっきまで言っていたことが全部嘘に変換される。やっぱりいろんなティラミス食べてきたけど、サイゼのティラミスが一番うまいの。昔メニューにあったパンナコッタもすごく好きだったな。復刻しないんかな。ピエンさんも悲願でしまうくらい、私もサイゼデート、高校生の頃は憧れたけど、デートでサイゼに連れて行くのはどうかとか、サイゼで喜ぶ彼女が一時期賛否両論あって、世の中の風潮が変わったよね。でもこの長い論争の末に、サイゼリアの会長がついに自分の意見を出したんですよ。初デートにサイゼリアはちょっと違うかもねって。公式が否定しちゃったの。でもただ単に否定しているわけじゃなくて、いつものご飯をサイゼリアは提供するところだから特別な日に食べるものじゃない、そういう意見なんだって。ということはきっと2人の恋が温まってからのサイゼは心を許せた証と言えるのかもしれない。じゃあそれまではデートどこに行けばいいのかなって、デートに行く相手もない酒飲み独身女が考えてみるんですけど、やっぱり夢の国赤羽とかですかね。さっきラーメン、しょっぱいものを食べて甘いものが食べたくなったのに、また赤羽とかそんなこと考えていたら、次はしょっぱいものが食べたくなってくる。終わらない無限エンドレスエイト。ただ本日はピエンさんがアロンアルファでつけたネイルが取れちゃったってこともあって、次回のラーメン会の予定を組んで解散。数日後、今日は念願のラーメン会だったんですけど、ピエンさんここ最近激辛ばかり食べていたせいか胃が腐って胃腸炎になってしまい、ドタキャンしてきました。というわけで一人で行ってきます。到着したのはここ用心棒。そろそろ真夏のピークも去って冷やし混ぜそばも食べ納めかなと思ったんですけど、今回は混ぜそばをチョイス。トッピングはとっさにダブルチーズダブル、味玉、そしてすき焼きも注文しました。ここではコール、魔法の呪文を唱えるのではなく、用紙に自分で記入していくスタイル。心の中のハリソン山中が、もっと大きな山、目指しませんか？もやしがゴロゴロ乗っていて、致死量のマヨネーズで、次の日、むくんで死ぬやつがゴロゴロ出るような、山盛りラーメンです。とおっしゃっているので、これはもう、従うしかありません。お願いします。超ガリマヨ、いっちゃいます！あと油も3種類から好きなものを1つ選べるの最高。醤油漬け油か辛く味付けした背油、焦がしニンニク油、悩むけど今回王道に背油にしました。おニューの T シャツ、しんちゃんの四郎さんと一緒に待機。最近韓国では四郎さんがめちゃくちゃ人気で、アパレルとかクレジットカードまで四郎さんの顔ドアップで作られているんだって。四郎さんって結局合格したんでしたっけ？はい、全乗せでお願いします。最後のおまじないを唱えたら、じゃあ悪丼。何これ、何これ。ねえゴロリくん、どういうこと？慎重に慎重に一つ一つの具材をこぼれないように盛り付けて、華麗なるガリマヨビームをしている時からちょっと気づいてた。これラーメン屋さんじゃなくてパティシエの域だって。つまりこれは一人で入刀することが許されているラーメン界のウェディングケーキ。トッピングのダブルチーズ、粉チーズが大量にかけられているので、もやしの向こう側ではゲレンデが広がっています。まずはこのもやしの山から登っていこうと思う。いただきます。高尾山すら登ったことないけど大丈夫？と思った矢先。惜しい！私、今日から登山が趣味。ガリマヨのベールをまとったら、誰でも主役に光り輝く。ウェディングドレスに包まれたもやしさん。今日は一段と美しいですね。やっぱりマヨネーズは本当にすごい。私小さい頃は野菜結構苦手だったんだけど、ブロッコリーもトマトもほうれん草も全部マヨネーズがあったから食べられるようになったところはありますからね。本当に野菜だけじゃなくて、ポテト、白米、ポテチ、焼きそば、何につけてもうまい。マヨネーズで血糖値爆上げだと思うじゃないですか。チッチッチッ、ドガ食いもちづきさんとは私違うんです。だって最初にもやし、ベジタブルを食べているってことは血糖値上昇を防いでくれているに違いない。食物繊維の芝生を胃に敷き詰めてから大地を築いていこうと思います。ただこのもやし、食べても食べても底が見えてこない。
この深さ、マリアナ海溝のごとし。ちなみにこのガリ米はかなりガツンとニンニクが効いていて、見えますか皆さん、これ鰹節がねパラ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 って乗って踊ってるの。なので一気にお好み焼きチックになって和食に変わるの。これも健康ですよ。ここ最近は家から出るのがめんどくさいけど、出前は結構高いじゃん。だから白米にねマヨネーズをピャーってかけてそれを食べるみたいなことをしていて、急に体重が増えちゃったの。だからマヨネーズに出会わなければ、私の記憶からマヨネーズを消してエターナルサンシャインしたいって思っていたんですけど、本当にマヨネーズとは幸せな思い出しか残ってなくて、きっとこのままだと健康診断とかでマヨネーズ控えてくださいって言われちゃって、離れ離れにされてすごく辛い思いするくらいなら、大好きだからこそ最初から出会いたくなかったなんて思ってもないことを言っちゃうんだろうなって思います。唐突に始まった坂村のエモナレは終了し、わしわしの麺を持ち上げます。これ麺を持ち上げるだけで筋トレになりそう。相当な弾力があるので、引っ張るたびになぜか負荷をお箸から感じています。しっかり混ぜそばらしくぐる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 ドカーンしたらボディメイクの完了。ジャンクなラーメンナンバーワンを目指していきます。ズルポズルポ好きだー。ジャンクで塩分濃度高めなラーメンを想像していたんですけど、思ったよりも胸キュンの味、ちょっぴり甘めですき焼きにめちゃくちゃ合いそう。私この味でなら太っていいかもしれない。ただすするのが下手っぴなので新品の四郎さんにいっぱい飛んじゃってます。四郎さんごめん。ただね、たくさんの出汁を染み込ませて四郎さんにいろんな世界を見せてあげたい、そう思っていたんです。世界一美味しい T シャツ目指していく。シミはヴィンテージみたいなもんですよ。結局ね、おしゃれ用に買った夏服はあまり着ることなく T シャツばっかりで、この夏終わってしまいました。丈が極端に短い T シャツとか流行ってるじゃないですか。何枚か持ってるんですけど、やっぱりちょっとお腹が出ちゃうんで、爆食するラーメンには合わないかなと思ったり、最近のお洋服の流行りについていけていません。驚いちゃったのはさ、 GU とかでボディースーツみたいな、赤ちゃんが着てそうなすくみずもどきみたいなお洋服流行ってるんでしょ。お洋服がたるんでシワにならないとか、腰をチラ見せできてチラ見せする腰が ABCD いい感じじゃないってことらしいんですけど、お手洗いのこととか考えるとどうやって着ていいか本当にわからないです。とりあえず今持っている可愛い夏服の消化まだ間に合うかな。話が脱線してしまったんですが、生姜が革命を起こす幕開けのトッピング、すぎて感動してます。甘かったりしょっぱかったり、こってりしているものの中に急にさっぱりが加わると、プールにジャッパン飛び込んだようなすっきりさに包まれて、食欲が次から次へと泉のように湧いてくる。たまに生姜と間違えてニンニクのかけらを食べてしまうと、たちまち口の中メテオガーリック。そろそろ終わりも見えてきたので、すき焼きしていきましょう。生卵をよーく研いで魚粉とちゃっちゃとかき混ぜていきます。混ぜそばはかなり野菜が多いので、本当のすき焼きみたいな感覚で食べることができる。まだ今年お月見商品は食べていなかったけど、これもう実質月見でしょ。麺をタレがしっかりと受け止めて、俺にトス持ってこいと言わんとばかりに勢いよく口に運ばれ、美味しさアタックナンバーワン。思わずほっぺの奥の方が旨味でキューンと痛くなる。配給の影山くんと日向の変人速攻を見せられている気分です。いやー、ラーメンが好きになってよかったと思える一杯。私がラーメンを好きになったきっかけって何だったっけと思った時に、不意に頭をよぎったのは解決ぞろりのラーメン対決でした。ストローラーメンとか砂糖ラーメン、チョコレートラーメンなんてものもあって、物語の中ではちょっとこれ違うんじゃないかなーなんて言われていたんですよ。でも新しいものを食べた時の反応は、みんなこんなもんさ、10年間このラーメンで頑張ってみるんだ、きっとこのチョコレートラーメンも受け入れられるはずだという名言がありまして、私もそれを信じて10年以上過ごしてきました。それでね、いつかチョコレートラーメン食べたいと憧れ続けて、後楽園のバレンタインでチョコレートラーメンが提供されてるっていうのを聞いて食べに行ったんですけど、現実はそううまくいかないなって思い知らされた夢、憧れが崩れ落ちた瞬間でした。私は未来よりも過去からずっとみんなから愛され続けてきたお店の味を信じようと変わりましたね。現にそのおかげでこのまぜそばにも出会えたわけですから。あ、ちなみにね、解決ゾロリのラーメン対決はなんかガチャガチャになるらしいよ。もうこれコンプリートするしかないっしょ。最後はもやしの雪山を滑り落ちたので、締めはカレー。やっぱりゲレンデーと言ったらね、雪山で食べるカレーは美味しいので、カレーの味変で終わらせたいと思います。
これがね、想像以上に雪山のカレーっていうよりもインドのカレーすぎて、あれ？今まで食べていたこの混ぜそばってフィクションだった？と思うほど味が一変しました。カレーの味変は最後にすることをおすすめします。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。今度美味しかったです。帰宅中、家に帰ったら無性に甘いものが食べたくなっちゃって、再び外に繰り出した坂村です。最初にも言ったでしょ、しょっぱいもの食べたら甘いものが食べたくなっちゃうんだって。七不思議、映画好きが集まるノープっていうめちゃかわなカフェ&バーに来てます。 3D ドリンクで乾杯。グビグビっと、おしい。下にはゼリーが溜まっていて、それをかき混ぜるとたちまちアメリカンな風味が口の中で広がります。赤と青の 3D メガネ、懐かしい。一番最初に劇場で 3D 作品を見たのはアバターだったな。ここはね、一人でも壁や天井、机を見ているだけであっと驚くほど時間を過ごせてしまうんですよ。私の家のおもちゃたちもこんな風に飾ることができたらいいんですけどね。やっぱり映画館といったらキャラメルポップコーンも頼むしかないでしょってことで、キャラメルポップコーンシェイクも頼んでしまいました。日本の映画館の3倍くらい甘いキャラメルポップコーン食べるたびに、海洋性で私修行してるんかなっていうくらい体が重くなっていきます。甘いものを食べると不思議としょっぱいものも食べたくなっちゃうもんで、アメリカのジャンクフード定番マカチーも頼んじゃった。マカチー食べながらキャラメルポップコーンを食べて、缶ビール片手に映画見たい欲が湧き上がる。これを機にスターウォーズでも見てみようかな。実はまだねエピソード1しか見たことないんだよね。アベンジャーズシリーズはエンドゲーム以外は全部見ました。なぜか最後だけ見ずに月日が流れて2024年も終わりに近づいていってます。ただいま。汗だくの帰宅です。超久しぶりにアニメイトに寄ってみたの。でも結構アニメイトで過去にグッズをたくさん集めてきたっていう履歴はあるんですけども、これ以上課金して物を増やしちゃいけないってことで我慢してたんですけどね、ついにやっぱコレクター精神あるんでオタ活してしまいました。タオルはまだ夏だし使えるでしょって買ったんですけど、絶対ねこれ買ってどうするんだよみたいな、トレーディングカードみたいなのも買っちゃいました。あとクリアファイルなんてほんと学生卒業して社会人辞めてから使うフェーズ一回もないのに、この野安さんがもう胸キュンすぎて買ってしまった。今週更新されたダヴィンチウェブ連載では配給について書いたし、これも立派なお仕事の一つってことでグッズ買っちゃいました。配給の主人公の日向くんは身長が162センチで結構低身長なの。だから試合ではね不利になっちゃうのにもかかわらず、誰もがあーっと驚くほどのジャンプ力と運動神経で革命を起こしていくの。絶対そんなところに勝てないよって普通なら思ってしまう場面でも、疑う余地なく目を輝かせて突き進んでいく姿を見るとね、グッときます。やっぱり大人になればなるほどさ、こうがむしゃらに頑張ることを諦めちゃったり、保守的な姿勢を取り続けてるな自分、このままでいいのかって思っちゃうことがあるので、配球を見ていると画面越しに背中を日向くんに押されているような気持ちになって前向きになれます。さすがに自分神引きすぎて全ての運使い果たしたかもしれません。ここで運を使い果たしてしまいましたが、今週の連載も文字をおつまみにお酒片手に読んでくれると嬉しいです。てなわけでおしまい。本日もご視聴ありがとうございました。用心棒の混ぜそば、もやしのてっぺん取ってやりましたよ。混ぜそばって具材がたくさんで、甘い具材とか辛いトッピング、ちょっと酸っぱかったり苦味があったりとかたくさん乗っているから、なんだか人生みたいな一杯だなって思います。私の人生もハッピーエンドはまだまだ来ないけど、めげずに締め切りに追われながら生を実感していこうと思います。ほんじゃバイバイ。